一点ちょっと、有権者のですね、ちょっと関心があるテーマの一つなので、改めて伺いたいんですけど、身を切る改革なんですけども、なかなか他の政党はですね、前面に押し出してこない中、そうですね、昨日、共産党の、志位委員長はですね、街頭演説で、その政治 の, その特権的な、ところにですね、メスを入れるためには、政党助成金を廃止すべきだと、ただその一方で、国会議員の定数削減については反対だという考えなんですけども、こういった考えをどう思うかという点と、やっぱり改めてそのなぜこの身を切る改革が必要で、本来どうあるべきなのかという点についてちょっと伺います。共産党の考え方には僕は反対です。政党助成金はこれはもう必要経費です。民主主義の必要経費で、その代わり企業団体献金廃止と、それから政党機関紙についてもね、僕は言論の自由はこれは認めていくべきだと思いますけども、認めていくべきというか、これは最大限保障されなければいけませんけどもね、政党機関紙で集めたお金というものも、ある意味これ政党助成金と同じようなもんですからね。だからお金の部分については、その言論の部分については規制なんかあってはなりませんけども、政党機関紙で集めたお金についてはこれ政治資金と同じような扱いにすべきだと思うんですけどね。だから共産党が言ってるのは、じゃあ政党交付金をね、なしにしろというんであれば、じゃあ政党はどうやってお金を集めるか、共産党はこれ赤旗のお金があるから、役所だって僕共産党大嫌いですけども、でも市役所では赤旗禁止なんかしてないわけですよ。それはそれで言論の保障だからね、でそういうことで支えられてるっていうこともちょっと共産党はね、市さんもちょっと勉強しなきゃいけません。政党助成金反対反対って言っておきながら、ある意味役所に大量に全国の自治体に赤旗いっぱいこれ購入させてるわけですよ。これ税金で、共産党の方に赤旗代が行ってるわけですからね。これ政党助成金と同じもんなんですよ。だから政党助成金反対って言うんだったら赤旗廃止してください、ね、でそれをやった上で政党赤旗を発行を全部廃止した上でね、それで政党助成金反対って言うんだったら筋が通ってます。じゃあどうやって政治家は、政治資金を集めるかです。企業団体献金の禁止、これは多分共産党と僕らは同じだと思うんですけどね。そしたらどこから政党は資金を得るか、だから政党機関紙を発行して得る対価ね、これはある意味政治資金であり、そして政党機関紙なんていうのは全国の自治体みんながこれ購入してるわけですから、政党助成金そのものなんですよ。だからそこの認識をまず、C さんちょっと改めてもらわないと、政党交付金反対反対って言っておきながら1800の自治体もう多分これ合計役所が共産党に赤旗代で払ってるお金凄まじいわけですよ。でそういうところを棚に上げといて政党交付金反対なんて切れ置くというのはいかにも共産党らしいなと思いますけどね。だから僕は基本的にはこれは政党交付金、政党助成金というところでしっかりと政党を支えていく民主主義のコストとしてね、その代わりにもう徹底してその透明化を図っていく、透明化を図っていく、でその代わり企業団体献金減少、特定の利害関係者に、政治が左右されないように政治資金の、ね、献金者に、政治が左右されないように、お金を持っている人たちが強くならないようにですね、これはもう税で、政党を支えるっていう、そういう方向性、これはもう他も流れを変えるわけにいかないと思うんですね。